日向坂46の佐々木美玲、塚畑ひな、富田鈴香がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎週金曜11時30分から11時55分。この番組は、ランチ前に、ほっとするような、癒しの時間をお届けすることを目指していますが、たまに、脱線してしまう番組です。6月16日、金曜日の放送は、佐々木美玲が最近のポンコツエピソードを披露しました。日本語は難しい、美玲、最近、友達にお土産を渡したくて連絡したんですよ。そうしたら返信が来まして、それ生物って書いてあったんですよ。それを見て、もう何を言ってんの、お土産が生物なわけがないじゃん、って思って。それで、この話をお姉ちゃんにしたんですよ。そうしたら、お姉ちゃんに、それ、生物、ってことじゃないの、って言われて。まさにそれでした、笑。友達が、ふざけて送ってきたとかじゃなくて、私がおかしかった、苦笑。でも、生物、とも読めるじゃないですか。なんか、返信が来た文章だけをよく見ると、私の人生の中で、あまり生物を、生物、って読む機会がないし、むしろ、生物、と読む機会の方が多かったんですよ。学校では、生物、っていう授業もありましたしね。スタッフ、お土産、からの話でしょ。美玲、そっか、生物、にはならないのかな。難しいなぁ。まあそういう、最近またポンコツしたよ、っていう話でした。笑。